年明けの豊橋では榊田との連携があります。後攻めから南関東勢が進出で林を抑えました。3番の榊田、そして6番の神山も3番手から前に踏んできまして榊田を下ろします。そして7番の林隆弘、6番手から踏み上げていって神山を叩こうとしています。しかし6番の神山も踏んでいきまして中段3番手を獲得か。愛知勢を受ける形で6番の神山なおですが多少足を使っています。6番手で貯めるのは3番の榊田雄介、まくり勝負。最終周回へ7番の林隆弘が先頭風を切っていきます。番手1番の鈴木信之、6番手からまくる3番の榊田には5番の河野が離れまして、さあ一気に短期でのまくりは3番榊田雄介、7番の林の先行を捉えて先頭に変わった。切り替える形で1番の鈴木信之、あるいは6番の神山奈央、7番の林との2着争い、榊田雄介降臨、2着6番神山奈央。